様セバスチャンアニバーサリー1日限定プレイし放題対局レース、さあやっていきましょう。ブルーフェアリー、ブルーフェアリーっていた？ピノキオだよね。え？デメットおじさんとピノキオとあとの緑色クジラ、ブルーフェアリー、あれ鼻伸ばす魔法かけたやつ、はい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 、いたね。あの子のこと言ってんのかな。なるほどなるほど、だとしたら納得はいく。あれブルーフェアリーっていう名前だったんだ。そのままやね。ブルーの要素の目しかなくない？まあいいや。で、あのね、今ね、ゾッとしてるんですけど、これ、セブンスアニバーサリー、今、プレイしてるのが、まあ夜なんですけど、夜の9時半くらいなんですけどね。これ、この日に持ってるツム全部プレイしきれるっていう不安が出てきて、しかも、なんならもう20回近くプレイして、だいぶですね、ブルーフェアリー、あ、何が起こった？おお、なんか消えた。わからん。まあまあ、それはいいわ。で、もうね、ちょっとね、自分でもプレイしながら、こうやってベラベラ喋りつつっていうので、ちょっとね、あと何十回プレイせなあかんやろって、ちょっとしてるんですけどね、そしたらね、奥さんが優しいことにね、代わりに私がプレイしたろかと思って、でも喋るの結局俺やろって、何も変われへんっていう事実に気づいたんでね、何とか自分でやっていこうかっていうふうに思います。ところで、これは何？え？待って。あ、なんか出てきた。ショボイ！え？ブル、ブルーフェアリー、え、ちょっと待って、あ、ちゃんと使い方を見てからやるべきでしたね。なんかブルーフェアリーレベル高くない？こういう時に限ってなんかツムの並びも悪くて消せないし、なんならハマるのも少ないし、くわー難しかった。ブルーフェアリー感想難しかった以上。背中が痒い。これスターボムさ、あと何分？5分、やばい、あと2個消せるかな。とりあえず頑張ります。お疲れ様でした。